口です。今回は最近ね、YouTuber、 世界の YouTuber の間で流行ってる一つのネタをちょっとやってみたいと思います。What's in your bag と言って、カバンの中に何入ってんのと、要はカバンの中にこの人は何を持ってるかっていうのは気になるじゃないですか。結構そう思うと他の人のカバンの中に何が入ってるかっていうのをすごい興味ありますね。見せてよみたいなことを言ったことないですけど、僕がまだ釣り雑誌を作ってる時に思いついてやった企画でもありますね。タックルボックスの中を拝見みたいな。これまだね、僕は編集長じゃない時に企画出して始めた企画ですよね。これ思い起こせば。でタックルボックスの中にいろんなルアーが、いろんなメーカーのルアーが入っていて、あ、このプロ、このバスプロのタックルボックスに他のメーカーのものが入ってるっていうのが面白かったんですよね。でもこう続けていくうちに自分のメーカーのルアーばっかり詰めるようになって、もうこれ全然面白くなくなったっていうヒストリーがありますね。でもこうライバルメーカーのルアーも入ってたんですよ。例えばジャッカルの加藤さんなんかはずっと変わらなかったんですけど、他のメーカーのものでもよ、いいものは入れて使ってた。あとアメリカのルアーと入れて使ってたっていうのもあって、非常に興味深かったんですよね。まあそのバック版ですね。で僕が普段使っているカバンがもうかなりの重量物になってますけど、このおなじみかな、道具カバン。こう見るとそんな大きくないですよ、ね、でも非常に重たいです。この幅です。もう何入ってるかってここ見えてますね。ね、ここにね、iPhone7 Plus ですね。 iPhone7 Plus が入っていると一つね。で横にこのスナップトラップっていう最近お気に入りのカラビナがついてます。これがね、ついてるとね、何かこう引っ掛けたいなっていう時に便利なんですよ。ここですね、取れてるかなね。はい、じゃあ開けてみましょう。開けるとどっからいきますかね。大物からいきましょう。まずカメラが大抵2つ入ってます。だから思ったんですね。まずこのオリンパスペン F ね、これはね結構ね、綺麗に撮れるカメラで、主にインスタに使ってですね。このカメラはインスタ用と言ってもいいです。はい、であともう見た目もかっこいいでしょ。もう持っていて楽しいもの、持っていて楽しいものっていうのがやっぱり重要ではありますよね。はい、で最近でメインカメラが、まあ、今撮影してるのは α7R3 ですけど、だいたい最近はこう α9 がこうジャンと入ってると。僕のメインカメラ出ましたね、とうとうね。今24-70の 2.8 同士のね、いいレンズをつけて、だいたいメモリーはね 64GB 2ギガ系ですね。はい、でこれが土屋カバンのね、キーホルダーですね。キーバッグ、いろんな鍵キーバッグがあって、これが僕の自動車の鍵ですね。ね、ここに S2000 の鍵があって、まあ、他にごちゃごちゃついてますけど、まあ、これがキーレスのリモコンですけども、16年使ってますからボロボロですね。でここに僕の好きなスターウォーズのキャラクターである R2D2 のこれライトになってます。ここのお腹を押すとこう、ね、つくんですよ。これも結構便利なんですよね。ちょっと暗い時にこれでつけて照らすと。
で、これがね、コインケース。これほとんど使ってないです。あのコインは僕お財布に入れないようにしてるんですけども、コインが多くなった時にこのコインケースに入れるようにしてます。これどこのコインケースだったかな、ちょっと忘れましたけど、まあまあ有名なとこだったと思います。で、お財布で言うとこれがボッテガベネガっていうイタリアのレザーメーカーのお財布で、ここ気に入ってますね。でね、ここモバイルバッテリーね、アンカーです。安定のアンカーね。モバイルバッテリーとか USB のハブとかアンカーを使うことが多いですね。もうこれ机に乗らないぐらいになってきますね。で、これがドイツで買ったメジャーですね。結構ね、僕は寸法を測ることが多いんですよね。ウェアでもロットでも何でも寸法を測る。で、何か気になるものがあったらすぐ寸法を測る。ノギスも入れてることありますよね。これタミヤの、タミヤさんのノギスですけどね、これを入れてることもあります、うん、ここに出せないぐらいになってきますね。でもスピナーですね。これはもう何に使うかっていうと、暇つぶし用ですね。これよく回るスピナーです。スピナーがで、ね、これヘルツの名刺です。この名刺がこうやってあるんですね。ウォーキングの名刺です。とにかくね、もう最近は革製品ばっかりですね、僕が買うものって、ね、はい。ここら辺はタバコですね、アイコスね、アイコスがここに入ってね。これは老眼鏡ですね。もう欠かせないですね。これ忘れちゃうと大変まずいことになります。最近もうほんとちっちゃい道が見えなくなってですね、これは持ってないと。まあ各地に置いてますけどね、事務所に一つ、自宅オフィスに一つで、カバンに一つみたいな、あと車にも一つみたいな。だから困ったことあるんですよ。乾燥剤が一応入ってます。カメラを入れたんです。で、前ここに同カバンは前にポケットが入ってるんですけど、これどうしたかな。これね、モンブランのボールペンです。これね、すごい限定品なんですよね。ちょっと名前忘れました。ここヘビの、このなんていうの、このクリップついてますけど、限定品です。非常に、もう今プレミアがついてるらしいです。もう大事にしている。僕文房具も結構好きで、ね、こういう、式の万年筆、まあ、なんかね、これ大事ななんかサインをするとき用ですね。これ僕にとってね、契約書とか、うん、割と使えますよ、うん。まあ、この万年筆で書くのとボールペンで書くのと違いは、おそらく万年筆で書いた時の筆跡が真似しづらいんだと。で、この万年筆っていう、万年筆のこの特性が他の万年筆で真似しても出しづらい、うん、ということで、契約書は万年筆で書くと偽造されにくいんだと思って僕はこれで書いてます。大抵ね、大事な場面ではこれで書いてるんです、はい。で、これね、スーペリアエルマーですね。今まだうちでも売ってんのかな。これ手が乾燥しやすいんで、ここ手に塗ったりとか、あと顔はカサカサ、今の冬の時期だとカサカサするんです。その時に塗るようです。これ結構常備しててね、ここお家にもあるぐらいです。こうやってね、持ち歩いてるんですね、こうやってね。
いやいや、こう何もない。あ、なんかちょっと細かいな。こうお掃除になっていいですね。で、これうちの予備の鍵だと思います。それうちの予備の鍵。あー、これはこれ見えますかね。なんかボルト入ってますけどね。これはカメラの三脚の変換ボルトです。海外のボルトが8分の3インチなんですよ。で、日本は4分の1インチ。それを変換するためですね。まあ、これ持ってると何かあった時にネジの違いをこれで変えられるっていう。なんかもう本当変なもん持ってますね。忘れてますけど。あ、でこれはどこだったかな。あ、健康のレンズ用のウエスですね。レンズが汚れてる時に使うウエス。高性能ウエスです。もう高性能って言ってもウエスだから何百円かのものですからね。これ必ず持ってますね。ごちゃごちゃ入ってますよ。なんですよね、ジャラジャラ入ってます。もう後半戦ですね。あー、これは SD カードのアダプター、マイクロ SD を、ノーマル SD にするアダプターですね。で、これ予備の SD カードね。これ一応入れている。目薬、わりかしなんか健康じゃないけど、こうね、こういうものも入ってるんですよ。うん、目が乾燥した時。あ、これはアイコスのクリーナーですね。はい、なんかお金入ってましたけど、コインが2つ。どこのコインだ、これ。あー、これアメリカのセントと香港ドルが。これ入れてるっていうよりは入れたまま忘れてるんですね。これも出しちゃいました。で、もう、もう空になりました。で、あとは後ろにこうポケットがあって、このね、これね、娘のテストが入ってます。これね、なんで入ってるかっていうと、このクリスマスのなんていうんですか、彼女の思いが書いてあって、僕がこういうのね、子供のこういうテストとかお手紙とか大体僕取ってて、大人になった時に見せてあげたいなっていうのと、まあ、自分が捨てずに取っときたいっていうことで取ってますね。なの、これなんか思ってこう入れたんですね。これ入れっぱなしだったんですね。で、あ、これはケイティ・ペリーのチケット3月にこれは取れたんです。見事ね。あ、はいはい。で、最後にこの見ますか、これポチ袋。なんかね、まあスタッフとか、あとなんかね、アルバイトの子とか、なんかあった時にお金を渡す時があるじゃないですか。その時に使うためのこれ袋ですね。これいいでしょ。お車代とか、こうなんかね、ありがとうみたいなことがあって、これにお金を、現金をそのまま渡すのも粋じゃないんで、これに入れて渡してると。まあそんな感じですね。まあこんだけよく入ってたなっていう感じですけど、久しぶりに見たものもいくつかあります。スピーナーなんかちょっと重たいから、ちょっと出しとこうかなと思いますね。これね、結構重たいです。入れとくと何かあった時に、なんかバス待ってる、電車待ってるっていう時にこれあると、もうこうやって遊べるんですけど、もうしばらく触ってないんで出しとこうと思いますね。はい、そんな感じの僕のカバンの中でした。はい、そういうことでまた水口でした。